シネマラボ特艦小僧の水曜キネマ探偵団沖縄屈指の映画教集団シネマラボ特艦小僧がお送りするユニークでためになる沖縄と映画にまつわる面白トーク番組ニューストリームで全世界に配信「シネマラボ特艦小僧の水曜キネマ探偵団」 今夜も始まりました水曜キ木綱探偵団4月4日第12幕第12幕もう12回も行きました12回もなんだかんだと言ってやっております月1だからちょうど1年ということですねあそっかそうなるんですよはいはいはいすごいすごいもういい まあチリも積もればなんて、チリじゃないですけど。じゃないです。チリじゃないです。えこれからもですね、沖縄と映画についてですね、面白いトーク番組を披露してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ですけど、え今回も司会を務めさせていただきます。シネマラボ特貫小僧の平良隆二と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えそしてこの隣の男性、はいえと私がえ特貫古像副代表の武富吉美でございます。よろしくお願いします。 ええそしてなんでマスクしてるの？ちょっと風邪をひいてます菊村ですよろしくお願いしますよろしくお願いします聞こえる聞こえ大丈夫でしょう？聞こえなかったら皆さんツイッターでツイッタねお願いします文句書いてくださいそして端っこ端っこはい矢野原松美ですよろしくお願いします松美さんねはい聞こえてるかな声がはいあ聞こえにくい 大丈夫大丈夫。だと思います。はい、ということで、この4人でですね、夜11時までお送りする予定でございますす。よろしくお願いします。ということで、まずね、菊村さん、マスクどうする聞こえにくかったら、さっきも言ったんですけど、ツイッターでマスク取れと、このようにつぶやいていただければ、対応いたします。 で今回今回は、うん、はいえー、とメインインタクということであメインインタクはですね今回あのー、先日、うん、えっと終了しました三月三十一日で終了した第四回、はいえー、沖縄国際映画祭についての。 まあお話いろいろトークをと。とです。のは、松見さんがね、チラシ3月24日から3月31日にかけまして、8日間ですね、八日間、沖縄県内でありました国際映画祭、これについてですね、いろいろ総括、総括って言っておりますけど、結構ね、シネマラボ特刊小僧も、ちゃんと取材に行ってきたんですよ。 あのすごい方のお話聞いたりとか,とか映画も見たりとかそういったこともしてきたんでえここでちょっとご披露ご披露,披露させていただこうかなとまあ、うんまあ、よなん,なんていうの裏話的なそう <laughs> なのかどうかよく分かりません、ね、実はあの人こんな人だったよとか,よとか <laughs> 実はあいつってゴシップじゃねえかただのそれじゃ <laughs> そういうことも。 吉本のね、吉本工業主催と沖縄県とね、タッグを組んでやってるんで、結構有名な芸人さんとかも来てますし、もちろんそれだけじゃないです、世界的に今活躍している海外から来た外国人、海外から来た映画人の方たちも結構いらっしゃったので、それはもう国際映画祭ですから、国際映画祭ですからね、そちら辺のお話もですね、実は今日お話ししちゃおうかなと思ってるわけでございます。 はい、まあ、そんな感じでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけど、ええ、当館小僧 O. B. のトーマ林監督から、ツイートが。ええ、松見の声が小さい。し、マイクの位置が高くて、顔を隠している。あと、菊村さんも。菊村さんもただでさえ声が小さいのに、マイクの向きがずれてるよという。すみません。技術的なチェックが入っておりません。下げますね。ごめんなさい、下げます。はい。今、大丈夫ですか?。いうことで。聞こえる?。 あ、僕もです。ごめんなさい、僕もでした。はい、僕これで大丈夫ですか？あはい。よいしょ。はい、そんな感じでいきましょうか。はい。なるほど、それはそうですよね。そうです。打ち合わせ、打ち合わせ不足でした。よろしくお願いします。はい。で、はいということで、じゃ早速メイン運転に行かせていただきます。はい。はい。いうことです。なんかバーンあるないんですけど、ないんですけどね。特にないです。はい。 ということで、はい、あのー、まあ、いろいろ取材とかね、はい、映画見てきたりしたんですけど。はい、えっと、それぞれ分担がね。はいはい、まあ、特感メンバーで、まあ、一人でね、うん、全員で、ああ、なんていうの、全部動くわけにもいかないので。はい、まあ、人もいるので、うん、ええ、誰々が、えー、誰、何を取材とか、何を見るとか。はい、なんか、そんな感じで、分担でね、えー、みんなで行きましたよ。 はい、であの僕は作品をもう見ていこうと、実は第1回から第3回、去年まで,年までずっともうレッドカーペットの取材したりとかい、うん、いろいろ囲み取材に行ったりとかしてきたんですが、うん、全然映画見てないことについ付きしはして、はい、ことはあの映画見ることに専念しようということで、うんまあ、いろいろスケジュールをや,やりくりしまして短編作品とか特別上映とかいろいろあるんですけど、その中の長編プログラム。 国際今回の,この映画祭で賞、まあ、を争う賞レースを争う長編コ,コンペティションとかコンンペティション部門の,、まあ、の作品をえ中心に見ていこうということで、まあ、スケジュール合わせに合わせまして、うん、えどうにか15本ああ素晴らしいいや本当はもっと見たかったんですけど、うん、どうしても見れないんですよ 1>,、まあ、だ1回しか上映してない作品とか会場がまた2か所あったじゃないですかギロワン氏のコンベンションセンター 周辺とそうそうそう那覇市の桜坂劇場とかとか二回以上に分かれててちょっと距離があるんでそこ行き来するのもまた結構大変なんですよね。まあそれでまあどうにか頑張りましてまあ十五本見ましたのでちょっとそのご紹介しようかなと思っております。はい。早速そのまま進めちゃっていいですか。はいはい。じゃいきましょう。あでもノブメイさんこんばんは。こんばんは。はい。こんばんは。全部でに何本 でしたっけ上映作品はえっとね二十数本ごめんはっきりしてないけどあ十三本十三本だったから二十六本二十六本かはいおよそこれが長編だけで二十六本なんですよそれとあと地域発信プロ地域発信映画っていう各地域で作られた短編作品もまたそれとはまた別にありましてでまたあの旧作特別上映作品とかまあリスペクト上映とか そういうね、そ,のそれはまあコンペとは別なのものです、ね、なけど、そういったものも含めるとかなりの数になるんですが、うん、僕が見てきたのは長編プログラムですね、うんえー、の中から26本のうちの15本なんで、結局全部。 半分以上は見てはいます。まあ半分以上は見てるのか、うん、はいということなんですが、うん、で今回まあ受賞の結果はどうなったかと言いますと、はい、えまあネットの方またあの沖縄県内の新聞でも出ていますが、はい、えまずですね、えー、長編プログラム二つ部門がありまして、まずあのラフ部門、えっとこのだから国際映画祭沖縄国際映画祭はラフアンドピースというなんかテーマがあって、ね、テーマをまあ一応コメディメインと、うん、言いながらまあ,あ言いながらでもじゃない、ラコメディとそのまあ ちょっとハートフルじゃないかピースな部門とラフピースというラフ部門とピース部門っていうのがあってすが吉本って感じでよそのラフ部門これはですからこの「笑い」をテーマにしたというか笑いが中心に来る作品の部門それと「ピース部門」これは「平和」ということでラフ部門ピース部門ってあるんですがこのラフ部門じゃないなラフ部門の前にこれだ「ピース部門」。 ピー,ピース部門のウミンチ賞、まあ、グランプリですねそれと審査員が選んだ、えー、審査員5人が選んだ<ゃ>、えー、ゴールデンシーサー賞この2つの賞を、うんえー、香港映画「タオジエ」タオジエ「シンプルライフ」という香港映画が受賞しましたこれあの香港の、まあえー、なんだろう僕の大好きな女性の監督なんですけど、えー、アン・ホイ監督が、うんえー、昨年、えー、完成させたのかな 作った「タオジェという作品でございまして、うん、これどういった話かと言いますと、えーえっとですね、家政婦のおばあちゃんが主人公なんです。お金持ちの一族に60年間使えた家政婦がいるんですがこの一族はあ、まあ、香港なので香港が中国に返還されたとかいろんなことがあったので、うん、一族でみんなアメリカに移住しちゃってるんですよ。うん でその一族の中で、えー、子供が、男性がい,いるんですけど、うん、この男性は香港で映画のプロデューサーをしているので、うん、自分は残ったんですね。うん、それでか、この家政婦のおばあちゃんは、この男性をちっちゃい頃からずっと見てて、うん、まあこの男性は香港に残ったので、自分も香港に残って、2人きりでずっと生活してるんですよ。うん、で、あとみんなはもうアメリカに行っちゃったと。それで、この、えー、家政婦のおばあちゃんが、あのーまあ、脳一血で倒れたことで、もう家政婦できないと。 じゃあどうするってなった時にもう親代わりみたいなものなのでこの男性この映画プロデューサーの男性がえそのずっと自分があのまあ老人ホームに入れたりとかずっと面倒を見続けるという話なんですね、うん、ではっきり言うとものすごくドキュメンタリーっぽいですこれあのなんですけどすごくあの なんすかね、心を映すていんですかね、自然と涙が流れるような、本当にこれ、いい映画でした。はいはい、あそっか、じゃあ、そうだ、えー、ラフ部門じゃないですね、これすね <laughs> ピース部門の。ピース部門ですね。すみまちょっと長々と話してしまいましたが、今回、ゴールデンシーサー賞、そしてピース部門、ウミンチュ賞のダブル受賞したのが、先ほど言ったタオジエ、シンプルライフという、香港映画ですアンホイカムとか。そしてもう一つ、えー、ラフ部門のウミンチュ賞、これがタイ映画。 サクシードいいサクシードっていう映画です、ねはい、え監督の名前が難しいですよ。えー、<laughs> チャヤノップ・ブンプラ・ゴープ監督。<laughs> もう一度言います。<laughs> チャヤノップ・ブンプラ・ゴープ監督っていう方ですね。で、この作品もね、僕も見たんですけど、結構良かったです。 え監督さんの舞台挨拶も見たんですが、うん、お話も聞いたんですけどね舞台挨拶で、えー、チェアノップ監督によるとこの作品は自分の、えー、青春期の頃高校生の頃を投影して書いた物語ですと、うん、いう物語ではい、はい、バンドものなんですよ。はっきり言うと日本で言うと大林監督だったかな、えーうん、青春でんでけでけですあ。なるほどねあのそ、ー、そそうそうそう いわゆるボンクラ高校生たちがですねモテようとかねちょっと不純な気持ちもありつつですねバンドやろうとやっていくうちにだんだん本気になってそこでまあ青春とか恋愛とかいろんなことあって苦い思いもしながらっていう話なんか成長していく成長していくっていう映画でこれ結構良かったです結構ちょっとうるっときましたねあれこっちもラフじゃなラフなんだけどいや笑い笑いも満載なんだけどやっぱ青春のちょっと苦さみたいなのもあってこれも結構良かったです ということで今回はこのえー、最初のタオジエとサックシードこの二本ねあの順当な受賞だったんじゃないかなというふうに思いましたねはいはいはいなんかねだから。はい 取材してる時も、なんか、受賞作発表とかって、全員でメールやり取りしてて、JOJ が受賞とか、作詞ド受賞だった時に、もリュウジが、もう、今とあ今年というか、順当な日本が選ばれてるとかっていう、確かにそうですよね、やり取りだったもんね。これまでの作品ですね、第1回から、今回第4回なんですが、その昨年まで、第1回から第3回までの受賞作品については、私、あまりいいと思わなかったので。見れてないのもあるしな。見れてないのもあですけど僕結構そう ここら辺見てるんですけどと思ってたところで第4回からですねこれはまあ確かになと作品の内容としてもですね本当に質的に本当にこれは順当じゃなかったかなというふうに思いました。はい、ということでちょっと受賞作品の2本をご紹介しましたこのまま僕が今回見た作品ですねの中から、えー、それ以外でまた面白かった作品もご紹介し,していこうかなと思ってます、うん、このメインユンタクでは。はいはい はい、そのまま続けてよろしいでしょうか。はい、どうぞ、どうぞ。はい、で、あの、で、もう一つですね。まあ、受賞もするんじゃないかなという作品もあったんですが。こちらです。パンフレットがあります。ええ、こちらです。よ。ええ、これは。すみません、ありがとうございます。こっちでいいですか。ちょっと行き過ぎたかな。これです。アーティスト、ザアーティスト。

けどなんか沖縄国際祭では賞取れなかったっていうのは、ちょっとびっくり、びっくりといえばびっくりかも。目的には、もう取ったからいいんじゃないのみたいなところはあったのかなと思うんですけど、この作品はですね4月7日から全国公開されますので、3日後ですね。あもうすぐかはははいいい全国公開されるので、皆さんも全国にお住まいの皆さんもどこでも見れる作品だと思いますが、この作品は、あのえっとですね サイレント映画というのが一番大きな、うん、あのー、特徴ですね、うん。サイレントでモノクロ、えー白黒映画、黒白映画、モノクロ映画、モノクロ映画、<laughs> モノクロ映画ということで、<laughs> はい、もうサイレントってね、あの、うん、音がない作品っていうのはね昔はそうだったんですけど、うん、わざわざ音をない、音のない、うん、しかも色もない作品ということで作られたんですけど、まあこの作品の内容そのものがこのサイレントなんですよ。うんうん、サイレント映画時代のに。 の大スターがいましてこれから陶器映画が作られるから君も陶器映画作ろうじゃないかということで、うん、あの映画の制作者の方から言われるんだけど、うん、この、えー、えサイレント映画のこのスターは、えーまあ、映画に音なんて。 一時のりだよ今で言うと 3D みたいな感じですぐ廃れるよって「ばっかじゃねえの?」みたいな感じでバカにしてるとあっという間にあのキー映画の時代が来てしまって落ちぼりていくと置いていかれてしまう。置いていかれるんだそうそうはいはいはいでいろいろあのい張いんですよ。スターはスターなりはいはいはいの何もいないわけじゃなくて頑張るんだけどはあどうにもこの時代の波にいれないと。いは いうところでじゃあ彼は一体どうなるのかということでもうサイレント映画っていうこの手法を使ってサイレント映画の舞台裏を描いていくという話なんですがーあのそうそうそのサ,イサイレントの演出とかサイレントのことばっかりがこう注目されるんですけど、うん、演出が面白いんですよ。うん、なんか音がないっていうことだけじゃなくてうん、うん、サイレント映画の時に使われてて今は使われてない演出方法例えば<は>あの多重露出 とか,なんかこう例えば頭の中でこういうことを考えてますっていう時に合成で頭の中で考えてることが浮かんでいくとか、ね、今で言うと、ま、今漫画でもないか頭の中の映像が見えてくるとかとかなんか幻覚がこうちっちゃい、えー、人がこう見えて「待ち受け」みたいな言うなんて酔っ払っちゃっていうところとかなんかそういうなんかいわゆるサイレン 時代によく見られたであろう昔ながらのギャグとは言わない、うん、いわゆる独特の映像演出うん、うん、今はもうほとんど見ないそういったあの演出も結構凝ってるんですよ、うんうん、ただサイレントにモノクロにして音をなくしてそれっぽくしてるよっていうことじゃなくてかなりそこら辺も本当にこだわってますはい、はい、あのそういうところも含めてですねサイレント サイレントモノクロというと何てうんですか遅れたまあ古臭い古臭いっていうイメージがあるんですけど、うん、あの時にく一緒になくしてしまった実はすごく面白い演出方法とか技術とかっていうのをあえて使ってたりするので、うん、それは本当に見てて新鮮です、うん、おあっなるほどねあはいそれもう一切セリフも全部出てこないんですか音ないんですか <laughs> それがねーっていう <laughs> <laughs> そういう仕掛けもあるわけなるほどうんあ なのにそういう昔の技術を今やってるだけじゃなくて、うん、えと今ならではの仕掛けみたいなのもあったりもするのかえっとねまあまあその辺はあんまりサイレントとトーキーというものをこの作品のテーマそのものがまた仕掛けになってたりしてて、うん、すごくうまいです。あのえーまあ、もう映画に対する愛も感じられますしその技術の使い方トリックとかも含めてすごくよくできてます。うん うん、本当にあの映画終わった後もうみんな拍手してましたからねん本当によくできてます、えー、はい、これ見て損はない作品ですのでぜひ見てください、うん、ただね一つだけ思ったのが、うん、とてもよくできすぎてるんですよわ <laughs> かりますこれ <laughs> すごくうまいんですようますぎるうますぎて漬け込む余地がないんですよこれなんて言えばいいんだろうなんだまとまりすぎてるとかっていう意味じゃなくてなんだろうなんだろう なんかうますぎて悔しいじゃないけど。なのかなえっ、ー、とね、ドラえもんで言うと、出来すぎくんの話を聞いてるような。すごいんだけど、なんかな <laughs> なんかな <laughs> あ,あの、できあのー、ね、落ちこぼれの俺としては、すごいなと思うんだけど、うん、えっとね、うますぎて、ちょ、ちょっとぐらい、あの、緩い方がいいんじゃないのっていう。<laughs> それはそれでケチつけるんじゃないのか, <laughs> か。ある意味い <laughs> <laughs> いや <laughs> 俺何を言ってんだあ、いもう。<laughs> うん。見たいは見たいので、なんだっけあ、うん、今回。 えー、国際映画祭ではないけど、はい、ヒューゴの不思議なな発明とアカデミーー賞を争ったじゃないですかそうですすかそうねアカデミあーヒューゴはヒューゴで俺、えー、と大感動して見てたのでそれと争ってしかも買ったアーティストというのはちょっとどういうものなのか今だからツイッターでトーマー林も書いてますけど「はい、サイレント映画的演出は決して新しくないはずなのに評価されてるのが不思議なので、うん、ぜ実際見てみたいと」とそういう何をやってるのかというのはちょっとね気になるので。 ね、ちょっと見たいサイレント映画ね今も DVD とか、うん、普通出てる見ようとも見れるんですけど、うん、そういうのでまあまあ内容知ってる方、うん、親しんでる方はにやりとしますねはははいはい、はい<で>じゃあそれはなんか例えば陶器に変わる時って結構そういったのをなんか工夫じゃないんですけど、うん、あの遊んでる映画とかあったじゃないですか「うん、あの雨に歌えば」とか。遊んでるというか、まあ、その とあサイレントからトーキーに入れ替わるときのなんかドタバタを描いた,みたいなとかトーキーの映画をうまく使った映画っていう演出がよくあったと思うんですけど、うん、なんかそれをなんか遊んでるところもあるっていうことですあそれは見てのお楽しみというか <laughs> <laughs>、ね、あんまり言い過ぎると難しいところもあるんですけどね。うんえー まあ,、ね、あそこも含めてちょっと見てほしいと思いますよ <laughs>、はいうん。見るだけの価値はありますってなんかすごく <laughs> よく言われがちなセリフ言ってますねし <laughs> しました逆に今そういうのを知らない人が見たら新鮮に見えるんですかね<あ>さ<あ>もちろんそうです。でだから慣れさっきほど言った慣れ親しんでる知ってる方もまた面白いよく考えうん、うん、あちゃんと勉強してるわっていうん、うん、あの関心をします本当これは本当いいです。 今回は国際映画祭でアーティスト上映して、監督っってたんだけ実はね来る予定だったんですよ。来る予定だったんですが、監督さん、急遽ですね日本にちょっと来れなくなっちゃってということで、名前がミシェル・アザナ・ビシウス監督、さっき監督さんの名前言えない、ミシェル・アザナ・ビシウス監督はフランス人ですね、この監督さんは急遽来れなくなったということで、残念ですということで、実はビデオメッセージが。はははいいい 映映画祭の会場で<お>、えー、上映前に流されました、うん、なるほど。はい、でその上映前の,そのビデオコメンタリーの,あの、えーまあ、お話ししたことですねビデオメッセージでお話ししたことについては、はいえー、私たちが、えー、やってます、えー「キネマ探偵団オンウェブの」の、はいえー、中のニュース、えー「ニュースを我らに」というところで、えー、書いてますので。ははい、はい えー、はいじゃあちょっと特刊特刊構造のえっ、ー、とサイトのアドレスを貼っときましょうそうですねはい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 えー、こちらの方からですねあの今ツイートで、えー、うちの URL ですね出してますのでこちらの方から言っていただければと思います、うん、はいということでちょっとなんかアーティストアーティスト話がちょっと長くてしまいました <laughs> はいあと何があるかなあとね面白いなと思ったのが、うん、えっとねえっ、ー、とねあこれこれサクシードですユーエ これね、海民中将を取ったサクシード。監督さん若い監督ですね。三十代だそうですよ。はい。ということで、サクシードはえっとなんだ。大映ラフ部門の海民中将。はい。ちょっとこれ作品ですね。あ、ごめんね。ごめん。あ、ごめんなさい。今ちょっとアップにしていただいてるんですけど、結構イケメンなんですよ。ね、男の子可愛いお。可愛い子ですね。高校さん、高校生なんだけど、真ん中がえっとね。 真ん中が主人公のペット君。名前もかわいい、ペット君。で、えっと、右側か、向かって、皆さんか見て、右側の方が、その、友達ですね。えっと、この二人で、え、端っこ。ちょっと、歯ー歯もハーモーって。ちょっと、ハーモーって顔してる。端っこの。赤いシャツっぽい人。のが、ドラムの男の子なんですけど。この、あの、ボンクラー人組が、バンド。 結成して女の子のモテないっていうのをそのもの歌にしたいみたいなことをやるんですけどサクシードでこれがロゴなんですけどこれねサクシードというこのロゴが映像作品中にもバーンって出てくるんですよ出てくるんですけどそのこのロゴの下にある「下手くそ」と書かれたこの下手くそな方かなはそのままロゴで入ってます。劇中で使われてるよく見たら ワンとか書いもう、ね、<laughs> 見えますけど下手くそと書いてますんですなんかあのカタカナとか日本語っていうのがちょっとおしゃれなイメージがあるのかなというふうに思うんですけどね。ここで,で,ねでねこれねあのちょっとまた話が戻っちゃうんですけどこの作詞ード、まあうん、作品もさっき言った「青春でんでけでけでけ」の台版なんですけどタイの事情がまた。 見えててきたりして面白いんですよ僕、うん、タイのことあんまよくわかんないんですけど、うん、例えばまず面白いのが彼ら高校生なんですけど、うん、みんな半ズボンです暑いから<ー> <laughs> 制服だからあの普通のうちらの,あのうちらというか日本の,、まあ、あの夏服高校生の上が白いシャツで下が黒いズボンなんですけど、うんうん、その黒いズボンが半ズボンなんですよ。うん ちょっとあの何だっけドレフの小学生コントしてるような感じにも見えるんだけど最初はえっと思うんだけどだんだん可愛くも感じますあでも演じてる子が可愛いから全然オッケーじゃないですかそればっかりだねよっぽどデッドカーペットも可愛かったですよねああそうだねそう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 舞台あ拶にもこの真ん中の子は来てました監督さんと一緒にペットくんねであとはあのえっとね えーと全体的にその、うん、感想と言えるのはタイの「青春でんデけでけでけ」なんですが演出の方法としては、うん、スコット・ピルルグリム VS ・ザ・ワールドと一緒なんですよほ<う>あのアメリカで <laughs>、まあ、あまりヒットしなかったんですけれども <laughs>、うん、<laughs> 日本の漫画に影響されたアメコミというか、まあ、カナダのコミックスを、えー、映画化した「スコット・ピルグリム VS ・ザ・ワールド」うん。 に演出がそっくりなんですよ、うん、あのちょっと振り向いたりとか何かいいことがあるとギターの音が聞こえるんですよ「ギャ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 」とか何か早送りになったりとか、うん、自分の無双がそのまま映像化されたりとかいうのが出てきたりしてはい、はい、例えばこのこの,あのペット君はずっといつも音楽を聴いてるんだけど、うん、あの街中とかで音楽聴いてるんだけどちょっと自分が盛り上がったりした時に、うん、よし今日は女の子にモテたっていう時に「 今日はこの音楽だっていうことで、こう、イヤホンをして音楽を聴き出すと、うん、その、聴いてる歌の本,本人が出てくんですよ。タイのプロのバンドの人たちが。うん、が、出てきて、そのペットクー。聴いてると、そう,そうそう。目の前に登場するってこと登場する。うん、それで一緒に歌い出すんですよ。<laughs> は,いはいはいはい。<laughs> あれなんかあれですか。じゃあ自分たちで言うと、うん、な,なんでしたか有名な人って誰になるんだろう。まあいろんな。なんか阿武の波江とか聞いてたら阿武の波江が出てくるみたいな。例えばクルリ聞いてるのはクルリが出てくるとか。うん、ああ。 いうような感じで出てきて、うん、彼らと共演する。んですよこれが何人も出てくる。何組も出てくる。<laughs> なるほど。面白いんだけど、うん、ただ問題があって、うん、誰一人としてそのバンド知らないで。うん、<laughs> なるほど、ね。はいはいはい、はい。けど、だから、最初面食らったんですよね。うん、え、誰このおじさんとか、誰この兄ちゃんとか、誰このサングラスかけた人と思ったんだけど。だんだん慣れてくると、かっこよく見える <laughs> 不思議。中毒になってるのか。中毒が。あ、なんかわからんけど、気持ちわかるみたいな。<laughs> あのタイの事情が分からなくてもなんか応援してしまうような <laughs> いいような感じなんです、ね、そうなんだはいいうことでこれはいいですよあのタイ好きの方もタイ好きじゃない方もこれ見るとタイに行きたくなるかも、うん、<laughs> いうことですねサックシードちょっとまた話が前後しています、うん、はいということでサックシードです、うん、はい えーと今ちょっとね、うん、ツイッターの方で、えー、とツイッターの方で今予告編を貼ったりとかしてますが、うん、えーと気になる作品があったらぜひチェックお願いしますというのと、うん、黒トカゲさん手前のカエルが何かの伏線なのか気になって仕方がありませんと、うん、えこれですね<あー> <laughs> これはあのえ、えー「このスタジオがカエルスタジオだからです」多分そうだと思います <laughs> はい、えー、こちらは、えー、那覇市の、えー、某カエルスタジオから 生中継でお送りますあとちょっと今えっとさっきえっと林からまた林からえっと業務連絡でちょっとえこちら3人がえっとバランスが悪いというのでちょっと今松見がちょっとキレキレ気味なのでごめんなさいもうちょい頑張ってちょっと入りますねこれで大丈夫かな大体そんな感じじゃないですかねすみませんねはい今日全員眼鏡だ

カナダ映画だそうですヒステリアちょっとこちらお願いしますあ、ごめんなさいねすいません今ちょっと画面に大きく見せますはいこちらの方ですちょっとピンが合ってませんがこちらヒステリアと言いましてカナダ映画なんですが物語の舞台は19世紀末まあ1880年代後半のイギリスはロンドンですはははいいい。それで主人公は若いお医者さん んだっけ、まあ、身分階級が激しい頃なんですけど、うんまあ、そういった身分,身分とかに関係なく苦しんでいる人たちを助けたいというあの希望に燃えているお医者さんなんですが、うんえー、まだまだちょっと迷信とかですね医学がちゃんと確立してないので、うん、うまくいかないんですね。うんうん、例えば包帯あの、いつも清潔に保って包帯を巻かななきゃいけないって思ってるけど、うんえー、勤めてる病院の先生は「あの病院の先生は」 最近いわゆるバイ菌ね、うん、そんなのは迷信だって言って「ほったらかし,ほったらかしとけ」とか「大丈夫だほっとけば治る」ぐらいのとか「あの、うん、俺が作った薬飲んどけば治る」とか <laughs> あの偽薬が横行してるような時代で若いお医者さんはそういう最新の医療技術を身につけてるので、うん、もううまくいかないんですね。それでまあ就職もうまくいかないということでまあ、おいいなんかあのー。 まずは自分の身を立てないといけないということでいろいろ就職活動をして、うん、ある小さな病院に就職することになるんですが、うん、それが、えー、と女性のヒステリーを治療すする専門の病院なんですよヒステリーっていうのは今はないそうなんですけどあの,今の医学的には、ね、医学的なヒステリーっていうのはありえないそうなんですけど、うん、当時はヒステリーっていうのはあるという前提で話が進んでまして女性が思ってるこういう不満、うん まあ急にキーってなったりとか怒ったりとかそういうのは全部ヒステリー症状だと病気だとそのヒステリーをえーどうにか治さないといけないでそのヒステリーはどこから来るかというと子宮からくるとこの子宮から来るこのヒステリー症状を治すためにはっていうことでこのヒステリー専門の病院がやってることっていうのはえ女性のえ子宮の入り口側をですねえ手に オイルを塗って優しく撫でることで、ええヒステリー症状を緩和させるという。 おいっていうようなこと。そんな映画なの?。いうことなんの。なんか、ちょっとしたピンク映画っぽくなってきた。なってきますけど、ええ、そこら辺はちゃんと、ごまかしてます。そんな、あの、ものに見せるわけじゃないですからね。ぼろりんって見せるわけじゃないので。まあ、そういう、まあ、そういう時代なので、えこの若いお医者さんも。じゃ、俺も頑張るぞっていうことで。ええ、勇敢マダムが山のように訪ねてくるのを、優しく、あの、治療するんです。はいはいはい。で、だんだん人気が出てくるんですよ。おばさま方。 かああああすごいニコニコしてく <laughs> きてきて「よし皆さんのために」<laughs> ってるけどだん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 あの右手が炎症を起こしちゃうじゃです <laughs> でどうしようと思ってる時に友達のいわゆるお金持ちの、うんえー、発明家の友達がいるんですね、うん、発明家の友達がいて、うんえー、そこで、えー、いろんな発明品をこう、まあ、役に立たない発明品がいっぱいあるんですけど、うんうん、それの一つを見て「これ使える!うん」っていうことでそれが何んいうかなあの えー、自動は,、えー、はたたたき機なんだっけあのパタ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 ってる。あのっ、はたき機。はたき機。はたき機っていうのがあるから、まあいいや。あの、さっきのこのなんだっけね、えー、鳥の羽毛とかね、ついてたりして、こうパ,タパタパタパタってするやつの、うん、が電動版があるんですよ。って <laughs> <laughs> バイブレーターができる。バイブレーター発明したのですよ。<laughs> あ、なるほど。ということでバイブレーターを発明する話です。<laughs> なるほどね。で、面白いもっと面白いのがこれが実話だっていうことです。へ <laughs>、うん、えー、へえー、そうなの？うん。あ、じゃあ実話を元に作られてるっていうことなんですか？ええー。面白そうだな。これこれ。これヒステリアン。あ、部門は何部門で上映されてる？これラフでしょ。どう考えてもね。<laughs> であのこのヒステリアね、あのー、よくできてるなと思ったのは、うんまあ、その目のつけどころですね、うんうん、バイブレーターを発明してしまった19世紀末の医者の話って聞くだけで笑っちゃう、ただそれだけじゃなくて、やっぱコスチュームプレイになりますよね、19世紀後半、しかもロンドンですから、うん、その当時の雰囲気もうまくやってるんですよ。うん、でそ,そこで作られたバイブレータータも いわゆシュコーッとはならないのが元気だからね。けど銅板使ってたりとかいかにもなんかいいんですよ。それっぽいんですよでそのお医者さんとちょっといい仲になる人が女性解放運動家だったりとか女性への参政権をよこせって運動家がいて「あなたが言ってるヒステリーなんてないわよ」とか言ったりとかそこでまた本人悩んだりとかだからその時代の雰囲気をとてもよく捕まえてます。 徳川、うん、セックス禁止令ぐらいのとんでも具合でもないとその話まで持ってきていいのか,か、ね、分からんけど <laughs>、はい、そこら辺の,あの飛び抜けてる具合じゃなくて、うん、ちゃんと史実にのっとってますよっていうものをちゃんと、はい、あのそういった時代交渉も含めてあのちゃんとやってるんで、はいう、うん、いいんですよ本当これ面白いです、うん、もう実はと言った瞬間にツイッターでふさみ45さんかな。 なんてこった <laughs> <laughs> 元。とあと、黒戸影さん。それが実は、なんか、もうこんな世の中滅んじゃえばいいのに。<laughs> いやいやいや。<laughs> 滅んでないから今、今の素晴らしい世界が素晴らしいのかな。はあ、滅んでよかったのしな。<laughs> よくわからんな。 でそのバイブレーターがまだ話ししますよ、うんです、うん、このバイブレーターがどんどん流行っていくっていう過程があって次、うん、にはあの人にまでバイブレーターが届くってところがまたいいんですよ。あその辺は、まあまあ、19世紀後半のロンドンに住んでいるイギリスを代表するあの方にまでバイブレーターがいくっていうシーンがあってちょっと笑います <laughs> うやうやしく誰かとは言いません<前>あとラストクレジットにもまた面白い仕掛けがあったりしてこれただね公開されるのか分かんないんじゃないで ンヒステリアちょっと調べますけどまあヒステこれは面白かったですはいはい、はい、トモハヤシからまた、えー「カウパーシのように発明家の名前から命名すりや面白かった,たな」なんそっかドクターバイブレーターって人、ね、<laughs> じゃないですよね <laughs> じゃないですよね <laughs>、うん、ドクターダランブルスかダランブルス、ね、エレクトロバイブレトリーっていう名前であの買いあの販売するんですああ あ口でもちょっと見たいなこれはジ,ョジョナサンプライスとか出てるじゃないかはいそうです本当にこれはいいですよ見たいあのねやっぱなんていうのかなこういうねバカ話、うん、まあ一歩間違えばバカ話を真面目にやるのが面白いですよ樋口、うん、<laughs> なんか おちゃらけちゃダメおちゃらけなコメディじゃなくてきちんとしたコメディきちんとしたコメディ。きちんとしたコメディとなんて言えばいいんだろう。真面目にやればやるほど笑ってしまうあの方式ですね。なるほどね。うんうんうん。はい。シュールな感じ。そうでもない。結果的にシュールって感じになってるけど。うん。おお。まあそういう感じです。はい。他にもいろいろありますが。はいはえとまあまあ他にもいろいろあります。まあでもまっ簡単にご紹介すると。うん。えっと人狼の えー、アニメ「人狼の」の、えー、沖浦監督がの7年ぶりかなとった「桃江の手紙」とかですね「人狼」は推しああ失礼いたしましたこちらですねはいこれです「桃江の手紙」よはいえー、これはえー、っとね 人狼っていうとあれは誰おし押し守るが原作で、ね、原作というかまあが始めたシリーズみたいなもんかなそうですねハードあれはなんていうの架空 SF になるのかな結構ハードな話だったんですけど赤い眼鏡あ,あのシリーズですね、うん、なんですけどこの沖浦監督が7年ぶりに、えーうん、出した作品がこれが、あのー、ちょっとしたファンタジーものですねうん、うん、ファンタジーものでしてあのー、なんだっけ まあ、あることがきっかけでお母さんあ、まあ、お父さんが亡くなっちゃって、うん、でお母さんが昔、あのー、育った、あのー、四国の瀬戸内海の小さな島に、うん、え女の子桃という女の小学校6年生の女の子とお母さんが引っ越すシーンから始まりまして、うん、そこに変な妖怪が出てきてしまうと。 でこの妖怪が何をするわけでもなく、なんかずっと邪魔ばっかりしてみたいな話、雑誌割らしみたいな感じみたいな感じで、そこでだんだんこういう、なんていうか、こう絆というか、はい,はい、いうような感じになっていくということで、まあ、これは面白かったでしょ、うんこれはあの子供と一緒に見た方が面白いのかもしれない。なるほど うね、いうことでで、これまでの沖浦監督のよりハードなイメージで見るとちょっと違うから、うんうん、そうだよね。うんいうことですけど、うん、これはとにかく映像はすごく綺麗です。うん、あの、瀬戸内海のその小さな島をモデルにしてるんですけど、本当にそのあの背景ですね。はすごく綺麗に本当。 書いてますから、うん、それを見るだけでも楽しい作品ですこれが桃絵の手紙桃絵の手紙これも4月21日全国ロードショーだそうです沖縄もくるかなぁ来るのかなどうでしうこれって唯一のアニメ作品ですかね今年のねコン,コンペではそうだよね多分コンペではそうでした、うん はい、そういうことで。これだけ聞いたら、千と千尋のなんとかですなって書いてますけど。おっと、でもないよね。はい。パンズラビリンスの可能性もあります。あ、パンズラビリンス。はい、千と千尋じゃね。わかる人はわかるという。黒トカゲさん、なんかもうさっきまでサイレント見なきゃって思ってたのに、バイブのせいで忘れちまった。バイブ破壊力あるな。破壊力ありますよ。はい。いうことですね。あとはもういろいろです。あの。 面白いあとはね、これ、しょとれんこんとか、大阪かな、の朝日放送が作った本なんですけど、これは演あのー、なん人気になったお芝居をもとに作った作品で、これは脚本がしっかりしてました、はい、それぐらいにしときますこれは日本映画です、ね。日本映画です。あそうゆ味、うんはい、がとにかくかわいい映画でした。あと、これは、えーと、これも公開これからなの、ちょっとわかんない、ブライズ・メイズ、史上最悪のウェディングプラン。 ブライズ・メイズ、ブライズメイズズメこれはあのー、この男版がすでに大ヒットしましまたねはい、はいあのー、ハングオーバーか。ハングオーバーあの、史上最悪の二日酔いの女版で、えっと、まあ、アメリカではウェディングプランを親友に任せるというなんか習わしがあるそうなんですが、うんえー、30過ぎの女の人がですね、うんえー、もう何もかもうまくいかないのに、しかも親友まで結婚することになったとい。ははい、はい まあけどこの親友のためにあのウェディングプランを考えようとするんだけど、うん、そこに突然出てきたまだその親友とは、えー、そんなに長く付き合ってないはずなのにしゃしゃり出てきてはなんかああだこうだいう嫌な女がいて、うん、その女と対抗していくと全然親友のこと関係ないというそれであと,出てもうあとはもうあれですあのえー、っとね 40歳の童貞男とか、ハングオーバーとか、あの流れです。とにかく汚いです。なるほどね。もう出てくるなゲロだ、うんこだ、い話で。アメリカは本当と徹底してますよ。こういうところ。すげえなうう、漏れるとかいう話ってますかてか、このチラシから見ると、どう考えてもそんなノリは見えないじゃん、なんか。なんか可愛い、セックスザシティみたいな。裏セックスザシティって書いてあるけど、なんか、まあ、ね、女性が見て楽しい、綺麗な、 感じに見えますけど、どう見てもセクシャルオフなんですこれ。キチな映画ですよ。え、けど面白いです。<laughs> けどちゃんと感動させる方向に持っていくのがいかにもアメリカハリウッド映画の感じですけど、どどこの流れは強いよね。最近のアメリカ映画。うん、そうだよね。あ、でもそういうのってちょっと、うん、あのなんか人によるんじゃないですか。うん、ちょこれは生理的にちょっと難しいっていう人も中にいたりする感じです。うん それはない。まあ、どうなん。うまく回、ま、なんかまとまってるんかな。まあ、あの、小さい頃、うんことかいう言葉が好きだった人には、まあ、大丈夫です。別に、うんこ見たいわけじゃないです。別に、うんこが出てくるわけじゃないです。あ、そうなの。ネタとして出ます。あのさ、映画の中で、さ、ほら、うんこだよ、面白いだろうっていうのは、多分、あの人しかいないですよね。ボルチモアの。ボルチモアの。あジョンウォーターしかいないですね。監督以外の、まず、あんまり見ない。本当。ネタとして出てくるっていう感じですね。はい。 いいろろあります、えー、例えば <laughs> あの熊桐監督の最新作「爆逆ファミリア」とかね爆,爆,逆爆逆ファミリアとかねこれ漫画が原作ですとかいろいろやってました、うん、あとは「まあ、えー、っと日の丸ドリーム」とかね、うんはい、つまんない映画でしたまあ本当といろいろありました <laughs> えらいことなななってるななんかツイッターの方もセックスとかうんことかバイブとかもう大変なことで盛り上がってるけどまあまあ気にしない気にしない「サイレントから始まって「うんこゲロ」って沖縄映画祭すごいね <laughs> <laughs> 一,人一人で外野守ってるぐらいのなんか守備範囲の広さが守備範囲広すぎですよ <laughs> だってそうなんだもん <laughs> <laughs> ね そうじゃないんだけどね。それがメインじゃないよね。自分のアンテナに引っかかったのがええサイレントうんこだった。ポワポワポワってリュウジの頭の中覗いたらうんことゲロとバイブしかないみたいな話。それが音がないみたいな。大好きです。大丈夫かな。そういう感じで本当にいい作品がいっぱい上映している沖縄国際映画祭でございましたと。はい。こんなんでいいんだろう。いいのかな。いいのかな。 そういうことでで僕はこういった長編プログラム見てきた作品の中で面白かった作品をご紹介していきましたはいで続いてなんですけどあのごめんなさい今長編プログラムいろいろ紹介してきたんですが僕面白かったんだけどあえてここで紹介しなかった作品がありますイギリス映画ですははいいアタック・ザ・ブロックアタック・ザ・ブロックアタック・ザ・ブロックですはい えとこれはちょっと吉見さんにちょっとお任せしたいなと思っております。はい、あっそうですか。あ,そうですか <laughs> あ,あ大丈夫そうですかと言いながら「はいはい。アタック・ザ・ブロック」ね。うん、あの今回だから、えー、と俺はまあ仕事もいろいろと重なってた上なので、はい、えと今回の沖縄国際映画祭1本しか見れなかったんですよ、はい、映画は。うん、で見たのがこの「アタック・ザ・ブロック」うん、で、えー、これが、えー、とジョー・コーニッシュ監督という人の、はい、えとデビューあ長編デビュー作なのかな。うん でなんですけれども、これが、えっと、まあえっと、出演者に、あと、ニック・フロストという、今、話題です。話題なのかな特定の映画ファンには、話題の、あの、なんだ、ショーン・オブ・ザ・デッドとか、はい、イギリス製のゾンビものですね、ゾンビコメディですね。と、あと、ホット・ファズ、俺たちスーパー・ポリスメンっていう、これもイギリスの、なんだ、ポリス・アクション・ コメディみたいなやつがあってまあそれに出てるニック・フロストという人とええまあそれのスタッフにもかかってたのかなのジョー・コーニッシュ監督のデビュー作ということでええまあだからそのちょっええごめんなさいね今ウェブでカメラので見てますけど「アタック・ザ・ブロック」のこれがスチール写真ですねはいはいはえでまあその「ホット・ファズ」とか「そのショーン・オブ・ザ・デッド」っていうのがまあパロディーというかコメディーだったので まあ全然俺知らずにこのうこ、うんそのスタッフが関わってるということで、俺、アタック・ザ・ブロックも完全にコメディだなと思って見に行ったんですよ。そしたら、思いっきりのハードな SF 映画。SF 映画というか、SF モンスター映画うーん。そうですね。で、えっと、なんだろう。まあ、もちろん笑いどころもあるんだけど、きちんとした、なんていうの,あのきちんとしたというかね、俺がすごく大好きな80年代風の、はい、 SF アクションというかモンスターパニック映画みたいな感じでえこれがいい映画でいや楽しかったですあのなんていうのえブロックと呼ばれるまあなんていうのかなイギリスのえ低所得者が住むような団地 <laughs> 南ロンドン南ロンドン南ロンドンの低所得者用のいわゆる高層団地高層団地ねまあちょっともうえと映画の中でも映画,の映画はもうそのブロックと呼ばれるその団地 だけにもうほぼ舞台を限定してやってるんですけどいきなりなんか、えー、モンスターが現れて、うん、えとそのブロックにたむろしてる、えー、と不良連中たちと、はいえー、そのモンスターと戦うというもうまあ言ってしまえばそれだけの映画なんだけれども、うんうん、このなんていうのかな、えー、もうアクションのタイミングとか映像の見せ方とか。うん のテンポの良さとかがもうもうもうでもうしびれるだ何かっていうと80年代の,のいわゆるスピルバーグとかが監督、うん、もしくは制作葬式をしていた子供向けの冒険 SF とか冒険者、うん、なんだけどでもまあ主役たちがあ主人公たちがまあ不良連中なのでもう少し悪い、うんえー、ちょっと。 危険な香りしかも不良っていうのが15歳とか14歳とか中学生ぐらいの中学生ぐらいのー、今アメリカで問題になってるけどフ,フーディードかぶったような、うん、黒人とか、うんえー、黒人の男の子とかいう、えーえー、ちょっとヒスパニックっぽい言葉とか。うん いうがマイノリティなとかね。うん、あの中には白人の子もいるんだけど。はい、はいで。さっき言ったそのニック・フロストというのが、えー、とショー・オーザ・デッドとかでは、ちょっと、うん、えっと、まぬけな、うん、ちょっとトンマな役とかやってたんだけど、まあこん、このアタック・ザ・ブロックでも、うん、まあ、そんな感じのノリではあるんだけど、うん、えっと、大、え、麻、ー、の売人だったりとかっていう。そうそう、今回は大麻の売人,人なんですよね。危険な、まあ、そういうちょっと、ええー、悪な、 リのりの、えー ET、ととかかグレムンっていう感じのノリでした今ねちょうどあの林が、えー、ツイッターで「アタック・ザ・ブロック」俺が書いた「アタック・ザ・ブロック」の記事を、えー、とリンク貼ってくれてますが、うん、えとそこであのこのジョー・コーニッシュ監督とニック・フロストさんに、えー、とインタビューをしたんですよ<ー>え。その記事が今リンク貼られてますのでもし興味がある方は。はい 見ていただきたいなと思いつつ、うんはい、えっと、予告編のあーアタック・ザ・ロック、はいはい、えっとねあの、そのインタビューの時にも言ってたんだけど、うん、あのこの監督もニック・フロストさんも、もう本当に80年代のそういう、えー、スピルバーグ制作組織みたいなノリをやりたかったんだと、ああいうのが大好きだったから、それを今やりたかったと。 そのこの不良連中が、えー、自転車乗って走り回るところから。 結構始まるんだよね。あの、BMX のね。BMX かも、これが。もう、BMX アドベンチャーみたいなとかそれか、というかもう、ET なんだよ。ET の、あの、何主人公たちが BMX 乗り回してるような感じで、こいつらも乗りますから、もう、もう、もう、いかにもなんだよね。ただ問題は、ET を守る方じゃなくて、ET に殺されそうになる方。ボッコボコにするみたいな。ボッコボコにしたりされたりする。したりしたりされたりっていう。で、まあ、えっと、まあ、あの当時のスピルバーグではなかったような、えっと、 ちょ,っとしたちょっとしたというか結構ハードな残虐描写もあり。怖けどスピルバンクの作品って実は入れ込んでるじゃないですか残虐もの。結構そこら辺が見えてるのかなっていうふうに。えっ、ー、とスピルバンクの残虐性ってでもなんかちょっと意外とスルーできそうな感じするじゃんなんか見てても。ああそんなにあのなんていうのえ見ててうわーっていう感じには。 あんまり残らないんだけど今回残る残るああまねそもそもこの主人公の不良グループが全然同情できない悪ガキなんだよねんだっけんだっけ親父狩り的なことをやるんだけど親父狩りじゃなくて弱そうな女の人しかも看護師看護師の女性を狙ってニヤニヤ笑って全部出せ指輪も出せ全部出せ金出せ携帯電話もよこせみたいな。 もうもう、いきなり割るから始まって、えー、まあ。全然同情できない。な同情できないからど。どうしたものかとか思うんだけれども。うん、いや<そ><も>どうひ持っていくか。うん。でも、見てるうちにどんどんね、そいつらの感情移入できていくし、最後とか結構感動的になるし。うん。いや、いい映画ですよ、うん、アタック・ザ・ブロック。あ、それでだから、ちょっとき気になったのが、はいはい、あのー、去年。うん。 その、ロンドンでですよ。はいはいはい。え、あ、去年か。去年だね。うん、去年、ロンドン、11月ぐらいかな。うんうん、の方で大暴動が。8月か。八月か。うん。ロンドンで大暴動があったじゃないですか。はいはいはい。あれは、まあ、黒人あの、ロンドンに住む黒人を、なんか警官隊がボコボコにしたみたいな、うん。それでだんだん若い人たちが怒ってみたいなことで、暴動が起きたが広がったんだ、ね、広がったんだけど、その暴動の質がこれまでと全然違うと。うん。あの、 暴動だったらなんか反対とか、なんかいろんなそういう主義主張があるのかなと思ったら、ただ単に火をつけて、ショッピングセンターに乗り込んで、死ぬほど物を盗んでいって、しかもそれをフェイスブックで自慢して、それでまたばれてとか。僕僕は破壊して遊んでとか、もうほぼあさだったんでね、なんかね。で、そうそうそう、しかも捕まえたらほとんど初犯だったとか、若すぎたとか、12歳みたいな。12歳だったとかっていうことですごく衝撃与えてた。 イギリスのほうがここ何年もずっとなんだっけ教育にかけるお金、うん、国の予算も減らしていることが、うん、もうこういったことにつながったんじゃないかとかかって言われてでこの「アタック・ザ・ブロックが」が、えーうんね、ちょうどまあイギリスで去年公開された時に、うん、そにロンドンの暴動を予見してたんじゃないかとすごい映画だみたいな話があったんでそうそう聞いたんですよね<う>インタビューで聞いたんですよ。あの暴動 がありましたけどって聞たら「んうん全然関係ない」っっだから <laughs>、うん、まあら話の流れとしてはなんかそんなふうにしたけれなったけれども、うん、別にそんななんていうの意識してそういう社会情勢を取り込んだわけじゃねえよとまあでもまあ無意識のうちにそんなのもあったかもねぐらいなすごく軽くいなされました。はは <laughs> はいいいい けど気ににななりだすといろんなの勝手に繋げちゃうんこの、えー、アタック・ザ・ブロックで、うん、その南ロンドンに、うんえー、エイリアンが落ちてきて大騒ぎっていうその日の夜っていうのは、うんえー、ガイリックス・ガイフォークスナ・ナイトのお祭りに、えー、だからお祭りの時に何か事件が起きるのはいかにもなんだけど、うんうん、でこれがイギリスの今やるとだからガイ・フォークス・ ガイフォークスデイガイイイガガフフォォククススナナトトっていうところもなんかあるんじゃないかなとかうん、うん。ガイフォークスってのがまたイギリスの歴史の中では。うん いつ頃の話だっけ ?1920 年ぐらいの話だっけいや、もっともっと最近だっけあの、だから、えっとね、ロンドン島というか、ロンドン島いわゆる、だからテロを起こそうとした、無政府主義者のガイフォークスがいて。外務省かなんかを爆破しようとしたんだっけ政府施設を爆破しようとして、それが事前に露見してバレて、やつだけにされちゃう。はいはいはい。それで、そのガイフォークスのことを祭ったっていうよりも、ガイフォークスってそういうやつがいたみたいなことが、毎年ずっと祭りとしてあるじゃないですか。それであの なんだっけそのガイ・フォークスの顔を,顔をマスクにしてなんかお祭りの時みんなかぶやるんだけどそれがえとまたこれがイギリスを舞台にした V4 ベンデッタ,ベンデッタでかぶ、あのー、ってるあのマスクがガイ・フォークスの顔を顔をしてて最後に、はい、あのなんだっけイギリスあロンドン中をそのガイ・フォークスの仮面をかぶった連中がやっっててきてみたいたいいななだじゃないですかあっちはだからも,うものすごくそのガイ・フォークスをネタにした。 なんていうの政治的。 まさに、主張、テーマのある、なんていうの ?SF というか、ファンタジーみたいな映画でしたけど、こっちのアタック・ザ・ブロックの方は、えっと、あんまり考えてないよ、そんなのは。という、すごく軽いノリの。だからもう、完全になんか、中途半端になんか、戻してると、なんか、完全にそこに踏み込まれる俺たちみたいな。そうそう。ダメな方が。もともとだから、その、ジョー・コニッシュ監督も、ニック・フロストもコメディアン出身だから、あの、インタビューしてる時も、結構ギャグとかバンバンかましてくるとか、うまく避けられたりとか、多分 なんかそのロンドンでの暴動の話も何度も聞いてるんでしょう <laughs>。あ多分ね<ー>質問されてると思うんだよ多分ね。いろんなとこ行ったら必ず聞かれたんでしょうね。<ー>またこんな南の島でもいいよもうそんなの <laughs>。この南の住民同話みたいなことで思われたん、ね、主人公がえ なんか政府に俺らは狙われてるみたいなこと言いますよねって言ったら「うん関係ない」うしたあれ疲れてるんだよあれ単になんかパニック状態になってるからそんなこと言っただけそソみたいな何かかわされてるかもんかいい質問聞いたつもりだったのに俺まあそんな感じでねえとこの「アタック・ザ・ブロック」も確か6月ぐらいかなこれは日本公開がなと思いますんでこれも多分全国で見れますんでいいなえっと 見て見て聞い,い,いてたんだけどね。うん、あの、うん、あそれでその僕はアタックザブロックは、うん、あのー、国際歌祭の桜坂劇場のところで見たんですけど、ニックフロスト本人が入り口側に舞台挨拶前に行って、はいて、はい、あニックフロストだと思って写真撮ってください。えっ、ー、とどっか後ろにあし <laughs> 桜坂でこれから上映される宇宙人ポールの前で写真撮ったあ、そうニックフロスとこれも出てるやつね。偶然。本当に偶然だた。俺、インタビュー終わって、あの、ま、俺も桜坂劇場でインタビューがあったんで、え、インタビューさせてもらって終わった後に、はぁ、よかった、終わった、と思って、なんか劇場の外でなんかタバコ吸うのか、みたいな感じで、一緒にタバコ吸いながら、どうもありがとう、え やったーとか思ういい,いいなー。なんか自慢話だあ自慢話で、えっ、ー、と、すいません、宮本さん、僕が送った写真の。そうそうそう、ある、すごい。アタックゼロツーという写真データは見れますでしょうかうん。見れますかしら。ああ。どん、どんな自慢どんな自慢 あないかなあ出た出た出たえっとですねちょっと横に伸びてるちょっと横に伸びてるえっともう少し俺痩せてますニックフロストはこんな感じですあの右が真ん中は僕ですねもちろんねあの右側がジョー・コーニッシュ監督で左側がニック・フロストでございますなんか役者のニックフロストですねはいえっとなんか目がおかしいぞえっと結構なんか おどけた表情を撮ってくれました。あのー、この方ですね。どうかしてますよね、これね。どうかしよあのー、取材行って、なんか、うん、こうやって、すいません、取材終わった後になんか、すいません、写真撮ってもらえますかみたいな感じって、基本的に俺行けないと思うんだよ。<laughs> やってるじゃん。<laughs> <laughs> やってるけど、<laughs> なんかね、なんか、なんか、それって職権乱用じゃんとか思うから、<laughs> 基本的にそういうのはやっちゃいけないなって、あのー 1> 第1回の沖縄国際映画祭の時に、うん、あの審査員で来てたジェリー・ザッカー、はい、裸の癌を持つ男とか幻と、はい、ニューヨークの幻とかのジェリー・ザッカー監督が審査員で来てて、えー、その時もインタビューしたんだけどあの時も俺ジェリー・ザッカー大好きだから、うん、サインくださいとか写真撮ってくださいとかって言おうと思ったけどやっぱりなんかねあの一応プレスとしてなんか。 入ってるんだからううプロだ。俺はプロだ。そうそう。こういうことはやっちゃいけないんだ。と思ったんだけど、なんかね、このニック・フロストとジョー・コニッシュの、あの、バカっぽいトークとか、えらい80年代 SF の、 好きっていうところで、えらいなんか気持ちが異常に盛り上がってしって。かなり友達感覚はい。<laughs> じゃあ一緒に写真撮ろうぜ、みたいな。うん、撮ってください、つって。<laughs> <laughs> えっと、撮ってもらったこれが自慢写真でした。で、あの、ちょっとヨシさんの T シャツの方にアップにしていただきたいんですけど、はい <laughs> えー、大丈夫でしょうか。これ、なんか。あのー、ちょっとまあ、ちょっとシャツで、シャツとかで隠れてますけど、これイギリスの、えっ、ー、と、モンティパイソンのメンバー、 の、えー、イギリスのコメディグループですね。モンティパイソンの、はい、えー、ジョン・クリーズという人がやったテレビ番組、フォルティ・タワーズというテレビ番組、コメディがあって、はい、その中で、えっ、ー、と、ジョン・クリーズがやる、えっ、ー、と、ヒットラー・歩きという、うん えヒトラー・ルキというポーズを、えっと、イラスト化した T シャツです。それをわざわざ着ていたってこと受け狙いじゃないですか。そう。だから、イギリス人の元コメディアン出身の、え監督と役者っていうことだから、モンディ・パイソン絶対受けるだろうと思って、インタビューの時、これわざわざ着てったら、イエーイナイスって言ってくれたので、俺、すごく満足。ただの一ファンじゃねえか、俺、というに。本当に。本当に。 でツイッターで「よしみ目つぶってないか」ってあの写真ね「うん、あの目つぶってますあの」緊張してなんか、えー、目つぶった瞬間撮ってもら取られたんですけど、うん、それ見ても「すいませんもう一枚撮ってもらえますか」って言えるわけないじゃないですか、ね、も,うもう一回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 言,って <laughs> 言えないから <laughs> このさこの同じイギリスだからっていうこのお笑い、うん 今、日本人で今考えたんですけど、うん、お、たけし、たけしどれ、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 ね、どうなんだろうって。<laughs> どうなんだろう,う, <laughs> うなろう。<laughs> ちょっと微妙だよな <laughs>。鶴鹿を、鶴鹿を、みたいな、鶴鹿を知ってる外国人は変だけど、<laughs> <laughs> って感じなのかなってってそれ以上のネタ仕込めなかったっす。<laughs> まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、ジョー・コーニン監督とニック・フローソンさんのインタビュー。はい。 というかまあ自慢写真でしたと。はい、あまた林さんが、えー、ああその先ほど言ったその前、えー、第一回目か回、えー、もう3年前3年前2009年です、ね、2009年ジェリーザッカー監督取材した時の記事もええまあリンク貼ってくれてます林さんがリンクしてるのでぜひ見てください、はい、ありがとうございます。はい。いうことででまだ自慢あるんでしょ <laughs> まだ自慢あるよ吉見 <laughs> さんは <laughs> はいまだ自慢あるあのね、はい、こっちの方がみんな知ってると思う <laughs> そうかもあのいつもねこっちになんか 俺のお宝みたいなものが置くんですけど、今回、まあちょっと遠目にはミスターブーの DVD だなってここここでで上思うんですが、ミスターブーの DVD だなって思うんですけど、えるかな？寄ってってもらうと、寄ってってもらうと、えっと、なんか隅に、隅に、よいしょ、はい、サインが、サインが、えっと、今回、第4回沖縄国際映画祭で審査員でいらっしゃってました、マイケルホイ、ミスターブーその方ですよ。マイケルホイ、 にもインタビューさせていただきまして。インタビューしちゃったよ、ちょんちょんみたいな。はい、いな感じで、<laughs> えっと、インタビューさせてもらって、最後に、<真>また食券乱用で。あはい。じゃあ写真も、はい。お願いします、はい。また、またですよ。はい、また食券乱用で、えー、お願いします。はい。これまた,たー, <laughs> ツーショット。これも目つぶってるんですけどね、俺。<laughs> 目つぶってるっていうか、目が変な方向向向向いてるんですけど。 こうなんかちょっとこわもてな感じがしるする、る気も。そんなことないよ。する気もなんか楽しい感じのおっちゃんでしたよ。はい、あ。吉しさんまた何持ってんですかこれ。これ、これ今僕が、まあの、皆さんにお見せしたものとはまた違うような。これ、ボックスです。あ、ボックスミスターブーの DVD ボックスです。はあ。あの、まあ、インタビューして、あのーうんうん、ここにサインをしていただいたんですか、はい、あの、さすがにマイケルホイですから、 えっと、うん、取材、俺以外にも、まあ、もちろん前にも何人も取材してる方がいて、はい。えっと、ちょっと俺、 えー、取材の時間だけど、ちょっと、すいません、ちょっと5分くらい待っててくださいっ、つってなんか、ドアの外で待たされたんだけど、はい、えっと、聞いたら、前の、俺の前に取材してた人も、うん、インタビュー終わった後、なんか、なんか、サイン会みたいになっちゃって <laughs>、み,<たい> <laughs> みたいな。またかよ、みたいな。みんな、だから、マンケルホイーサインもらってたらしいんだ <laughs> <laughs>。じゃあ、俺もいいんだと思って <laughs>、で、一応、カバンの中に、この、えー、ミスターブーの、これね、えー、DVD ボックス持ってって、うんうん、えー、インタビュー終わった後に、あのー、 あのじゃあ一生の記念になる写真撮っていいですかみたいな感じで撮らせてもらって <laughs>、うん、えー「せっかくだからサインももらっていいですか? <laughs>」って言ったら「いいですよ」っていうことですごく快く引き受けてくれたマイケル・ホイ多分マイケル・ホイも「またかよちょんちょん」<laughs> なんていい人なんだと<笑><笑>やってるんですよねこれ後ろの写真もマイケル・ホイもちろんマイケル・ホイですよこれね <laughs> ま,あまあまあそうなんだけど。そうなんだけど。カメラでちょっとアップを。はい、まあこの方ですね。わかりにくいわ <laughs>。かりにくいわ <laughs>。かるんだけどわかりにくい。と <laughs> いうことで。 インタビューしちゃったりなんかしちゃったわけですよ。うん、すよいいですね。広川大一郎さんのことは知ってますか？えっと聞かないよそれは。<laughs> 聞かないんだ。知ってます。でもあの広川大一郎2007年に確か亡くなったと思うんですけど。ええー、お亡くなりになりました。その前の年にこの DVD が出て、うん、その時にマイケルホイ日本記事広川大一郎と会ってるはずですから。<laughs> あそうなんですか、うん。知ってはいるはずです。ほうほうほう。いいな。うん、でも動き<れ>面白い方ですよね。とってもなんか。 あすいません。何何を <laughs> 今何を今動いたらなんかゼンマ米仕掛けみたいな動き方する人なんでいやなどこでそれを見て <laughs> あのー、クロージングセ,ロセレモニーで。国,の国際映画祭のクロージングセレモニーでそういう面白い行動したっていうことだよね。 あ、ごめんなさい。はい、どうぞ。そこが抜けるかありがとうございます。えっと、林がまた、えっと、マイケルホイインタビュー記事もリンク貼ってくれてますので、ぜひ、マイケルファンの方は。<laughs> もう、子守のおばちゃまみたいって言われてますよ。<laughs> 黒とかけ、えー、黒とかけさん。俺もサインもらっていいんだ。もう何も DVD 持ってってんじゃないさっていうから、持っていきました。<笑><笑>えっと一応、カバンの中に隠して、うん もしチャンスがあればと思ったけど、前の人がサイン会やってんだったらいいじゃんと思って。<laughs> サイン会サイン会なんてでもん。だって本当に何人も。断続的なサイン会 <laughs> そうそうそう。<laughs> まあまあ、俺ももらいたいっすよ。うん、うん。で、何聞いたんですかファンなんです、みたいな。そうそうそう。<laughs> いや、一応なんか真面目な話聞いたよ。あ、単独聞いたんですなんかまあ、審査員で来てたから <laughs>、うん、今回のえと映画祭で審査するにあたって、どういう視点でなんか審査してましたかとか、しましたかとか、そういうなんか真面目なことは一応聞きましたよ。なるほど。<laughs> うん、なのでまああこれ、えー、吉目さん今回インタビューされた時は、うん、なんかまた何でしたっけあのニックフロストさんとかみたいにネタを押し込んであしたしたしたあの最初のジェリーザッカーの時も、うん、あの最初というかえー、さっき言ったジェリーザッカー監督のインタビューの時もえっ、ー、と ザッカー監督たちが昔関わった、あの、ケンタッキー・フライド・ムービーという映画のネタを仕込んでいって、一笑い取って、ニック・フロストたちの時も、えっと、あの T シャツでちょっと笑いを取って、今回のマイケル・ホイの時は、えっと、名刺をお渡ししたんですね、最初に、インタビューの最初に。はい、今ちょっと、あの、いいですか、こちらです。はい、あの、キネマ探偵団というサイトをやってますっていう、探偵という言葉に引っ掛けてですね、この名刺をお渡ししたんですね。えっと、右から読むんですけど、万能鹿。 探者万,能えー、と万能探偵社みたいな感じですかね。万能,立万能私立探偵か。っと私立探偵者っていう感じの、えー、と名刺を作ってってですね、うん、これがあのこの一作目の「ミスターブーでマイケル・ホイがやってる探偵事務所の名前なんですよ。うん、<laughs> というネタを仕込んでこういうものですあキネマ探偵団ですって,ってこの名刺を渡したらマイケル・ホイが名刺を受け取ってななんか、えー、なんていうの 一文字一文字なんか指で指でこうはいはいん<う>んん型一緒だないですねああごめんなさいごめんな、ね、さ、はい、はい という、えっと、ネタで、いや、これは一応ジョークですって言ったら、ガッハッハッハッて笑ってました。ということで、えっと、マイケルホイから笑いを取った男。これがその名詞だということですね。はい。わかりました。なんじゃそりゃって。いや、けど面白いと。という、ただの自慢話だけでした。自慢話でした。映画は俺アタックズブロックしか見てないから、えっと、映画祭の映画については何も語れません。あと、黒トカさんが、えっと、広川さんには、 あ広川さんにお仕事オファーしてみたら広川さんの提示し,してくれたギャ,ギャラが異様にお安くてびっくりしたのは私の青春の思い出黒<に>トカゲさん何や,ってる <laughs> 何やってる人なんだますますわからない <laughs> 分かんないなこの人 <laughs>、ね 謎だなぜひこの方に来ていただかないといけないですねいずれ最終回にはみたいなねえぜひぜひねなんか「ジャンプ」の漫画の最終回みたいな大集合してくださっておかげ名刺に仕込んだそのネタについて面倒くさいインタビューをね多分面倒くさいよねああ変なこと仕込んできておざなりで「はい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  ありがとう。マイケル本位さん、ありがとう見てないかと思うけど。まあね、もしかしたら見てるかもしれないけど。あ、そうか。香港で。香港で。見てるから。まあ、そういうことで、自慢話はこれぐらいでいいでしょうか。映画人と、たちと写真撮っちゃったりなんかしちゃって、小森のおばちゃまみたいって言われましたか。らしいいいないいじゃないですか。えっとね。写真撮りたかった。いや、えっと、一つ言っときますけど、インタビュアーとしてはこういうことやっちゃいけないと思いますよ。職権の内容です。あの、真面目に仕事しましょう。はい。 サインもらうとか、ツーショットで写真撮るとか、やめてください。本当にね。はい。余裕問題です。余裕しき問題です。いうことで、これは反省点です。ということで、ということで、取材問題について、問題についてお話しします。どうなのか。じゃあ、で、あの、今、僕が話して、吉見さんが自慢話をしましたけど、えっとね、松見さん。 はい、松見さんも取材したんだよねはい、はい、やりましたね、はい、何本ですかねえっとまあちょっとやっぱり取材の方に回ってたので映画はそんなに見れなかったんですけど「ちりも積もれば」あのキム監督とあとは、えっと「失恋33点の」のえっとなあ ちょっとすみません、名前を確認させてください。まあ、えーどちまあ、長編コンペで出た映画です、ねあ。そうですね。はい、はい、あのまずチリも積もればっていうのは、えっ、ー、と、探しながら話してますが、韓国映画です。韓国そうですね。あの、積もればロマンス。

これの、えーまあ、内容はどういった内容かと言いますと、ニートの、ニートというかな、まあ就職難,就職難、韓国は今、空前の就職難になっておりまして、この男の子も、えーうん、大学卒業した、うん、卒業したって言っても26歳なんですよ。なぜかというと、あのー、最初に兵役に行かないといけないから。 あそうなんですかで兵役で何年も経ってから、えー、それが終わった後に、えー、徴兵制度だから<ー>でその後に大学に入るんで卒業するのが26歳とかそれぐらいなのよねあそうなんですで、であの就職なのでどこにも入れなくてアパートも追い出されてしまうと、うんうん、そうしたら隣に住んでるちょっとよく分かんない可愛いんだけどよく分からない女の子がいて <laughs> その女の子がうちに住まないということに来るんだけどこの女の子がものすごいケチなのよね。 あなたにお金の稼ぎ方を教えてあげると、うん、<laughs> いうことで二人で一緒に行動してお金を稼ぐとカップルでもなくパートナーとして、うん、お金稼ぎのパートナーとして二人が奇妙なコンビを組んで、まああのーまあえー、ソウルと、ねはい、その周辺をお金稼ぎのためにいろんなことするという話なんで。うん、今チラシ見たらなんか なんか空瓶かなんか持ってる写真とかそうそう空き瓶は集めていくらになるとかっていうのでごめんなさいかゴミ袋っぽいの持ってるよねで男の子はなんか瓶持ってるよね瓶持って瓶売ってんだねそうそう人の最初の出会いはその瓶ちょうだいってところその瓶売ったら何音になるのよみたいな5オンになるのよみたいなそうそうそういうことね猛烈にケチくさいラブロマンスなこれはあそうですねでもすごいシナリオがすごい来られてるシナリオの 作品だったとだったっていうか作品ですねと思うんですけど私はすごい面白かったですね。でこの取材をしたと。そうですね監督さん取材させてもらって。監督さんはキムジョンファン監督なんです。キムジョンファン監督なんですがえっとどんな話を聞きました。どんな話あえっとまあえまあリサーチとかいろいろされたんですかとか。まあ沖縄にねあの初めて たっていうことだったので、沖縄の感想とかも聞いても、うんはい、で結構なんですかね本を読まれる感じですかな、はい、ちょっと,、うんえー、と読書家さんな印象がありますね日本の小説とかも結構読まれてて、うん、で実際この映画を撮るときにもえっ、ー、とリサーチっていうかそういうシナリオのまあ、えっ、ー、と参考にっていうことでえっ、ー、と三浦典さんですか。 三浦店って読む,読むんです。あれあの下流社会の本を出された人。全くわからない。わかんないです。なんかパンフレットにはそういう風に書かれてたんですけども、それも参考にしましたよーっていう風に言ってて、あとね足立チミツノフタ大好きらしくて。タッチっぽいアタッチ <laughs> タッチやって。三浦とかなんだっけ読んでますって言ってました。はいはいはい、なるほどね。<laughs> うん、韓国の人はなんだかんだと言って。 結構影響を受けてるもんね。あの村上春樹とか小説も漫画もアニメも音楽もね結構そうなんですよね。はいはい。面白い監督でしたよ。あのなんかすごいなんていうんですかあの勉強かでもあってっていうことでこの作品もまあそういったところいろいろそうですね。ラブコメディをずっと撮りたかったっていうふうに言っててまああの韓国のドラマってなんていうんですかなあの。 きかれた兄弟だっあとんかお金持ちのお家の実は生まれだったとかんかすごい極端で極端な大ドラマでしょそう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 いうのが結構あると思うんですけどそれいうのがあんまり面白いと思わなかったっていう監督さん話しててもっとんか身近にあるようなネタで。 あのー、ラブコメディロマンティックコメディを作りたいっていうのが出発点だったみたいなんですよ樋口空き火が身近だもんな <laughs> 空き火はね、うん、うも拾ってたよ小学校時とか深 <laughs> でもありましたよね小学校とか酒瓶とか お店に持っていったら十円もらえるとか。と一リットル瓶とかね、五百、うん、ホームサイズとかね、ホームサイズでもう言わねえな。<laughs> 俺だから韓流ものとよくわかんないんだけど、これは面白かったよ。すごい面白かったです、うん。あの、ね、オープニングにそのこの男の子が酒に酔いつぶれてるところをこの女の子がその、うん、その酔いつぶれてるか瓶があるか瓶が欲しいと、うん、いうことで瓶ちょうだい用でビル越しで言うんですよ。うん、ビルの屋上で。 で、うん、そのおじゃあいいよって言ったらこの女の子がじゃあちょっと待っててねって言っていきなり後ろに下がって走ってバッてビルとビルの間を飛び越えるんですよ。うん、でザってなんかマトリックスみたいなのがって、うん、すげえと思うんだけど、うん、こそれだけ <laughs> <laughs> 映画に何の関係もない,いすげなそんな身体能力はそこだけなんだ <laughs> それが不思議だったちょっとた。<laughs> それは聞いてない。何だろう <laughs> と思って。<laughs> <laughs> でもなんかそれはすごいうまかったっていうなんか。 コメントどっかで見たことありますね。飛んでますね。けど理由はない。まあ、ええ解説はされない。はい、ええ、一応ツイッターの方で予告編も今、ええと、リンク貼ったので、ぜひ見てください。あと、松見が取材した記事の、ええと、リンクもあります。ああ、ありがとうございます。お願いします。見てみてください。わかります。他にも、あの、結構、ええ、まあ、韓国もそうですね。中国とか。あ、そうですね。あとは、かん、あ、香港のオールズウェル、エンズウェル、ウエル。これね、すみません。はい。 えっと、共同監督で2人の監督がと、うん、あの撮ってる作品なんですけど人が,人がいいっぱなお正月映画で,で香港とかはよくお正月映画でこの上の人たちが有名な方たちなん、ね、そうですねドニーエンとかあとは、うん、これは、えー、っとケ,リケリーちゃんもう日本でも。ううん、うん 有名なケリーちゃんとかあとサンドラウ、あケリーちゃん化粧品の CM にね一時よく出てましたね十年ぐらい前かな。あとはまあイケメンのルイスクーさんとかもう香港映画が好きな人はたまらない。そうですねオールキャストっていうオールキャストなんでオールスター総勢とかでネタもそういうネタがあるんで。 本当本格映画を見てる人はすごい楽しめる楽しめるそうそうそれだあれなんだよねお正月映画なんだよね。そうですお正月映画ですだなのでえっとタイトルの方に2012っていう初春たぬき御殿みたいな。あなるほど違うか。いや普通に男はつらいところね。すいません。はいそういう感じね。そうそはいあとはあのなんだっけ中国でえっと意外な大ヒットを飛ばした失恋33点ですね。点という映画も映の。 たくさんと女優さんも来てましたね。そこも取材したと。あ、はい、取材しました。はい、で、ここら辺は、えっと、松見さんのその取材した、結構取材ね、たくさんしてるんですよ。松見さん。すごかったんだけど、その取材記事についても、ええ、キネマ探偵団オンウェブ。ね、ね、えこちらの方から、えっと、沖縄国際映画祭のニュースサイト、あの、とば、飛ぶようになってますんで。ええ、言っていただければ、いっぱいご覧ください。はい。 ということですね。もう一回やっておきましょう。はい、お願いします。はい。で、えっとずっとマスクをして喋ってくれない菊村さんに、そろそろもうマスク取ってもいいじゃないですか？あの私。綺麗みたいな。なんで久々女だ。はい。それも古いわ。古いね。はい。じゃあちょっと菊村さんも実は映画祭の方はまあ行ってます。何を何行かれたんでしょうか？ 桜坂映画大学の「ウルトラマン・ゾフィー」「ウルトラ戦士 VS 怪獣軍団」いきなそれ言われてなんでってで映画祭ですごく分かりにくいけどこの映画祭大きな国際映画祭では最初に言った長編のラフ部門ピース部門っていうのがあってほかにもあとなんだ リスペクト上映作品とかあとであっそうそうそれで櫻坂映画大学っていうイベント名ですねこれで何かっていうと吉本の芸人さんあのね藤井隆さん僕大好きなんだけど藤井隆さんが学長ということであとはまたいろんな芸人さんが自分の好きな作品を紹介するとそばにいてこの映画を上映しながら芸人さんとかゲストが。 生コメンタリー、そう生オーディオコメンタリーをするという、あの DVD 特特典映像みたいな感じで、ことをするということ。で今回上映されその桜坂映画大学っていうので上映されたのがまあ他にも怪盗ルビーとか、W の悲劇とか、時をかける少女とか、なんかなんかなんかラインがわかるだけでなくまたえっとキッカースとかね、えっとレスラーとか、さつき緑の鎌倉夫人の告白とか、はいっていうのが ありましたが 特別講師で南野陽子さんと薬師丸ひ子さん。が出て。きはい、あの w. の兵役については薬師丸ひ子さんが登場しました。うん、え、僕はちょっと、あの,他のメ、他の、とかのメンバーが行って取材してるんですけど。うん、え、ここは、え、薬師丸ひ子さんが実際出てきて、歌も歌われたそうです。うん、えーこえも、これも、れもも涙涙、ね、感涙ものだったそうですよ。よ <laughs> <laughs> はい、これも、えっと、先ほどの、まあ、特刊小僧のサイトから。えっと、その辺のレポートも。読めますので、はい、ぜひ読んでみてください、はい。はい、い他に、まあ、あの、なんだろう、うん だっけ、えっとねえっとねあれだえっとなんだっけあっあれなんだウルトラマンゾフィー。許さんスケバンデカ。1987年に公開されたスケバンデカの劇場版ね鉄仮面伝説で南の陽子さんはそのゲストで来たなんで俺許さんぜよしか出なかっそれとあとカマキリ夫人の告白でサツキみどりさん来たマニアックだよねこれ ンパツの穴とかね映画大学っていうからんかコースじゃないなんていうの授業みたいな感じでいくつか分かれてるんだよねだからカマキリ夫人とかパンツの穴とかがんか保険タイプとかウルトラマン・ゾフィーも桜坂映画大学の一つとして上映されたというこれ結構評判良かったそうですよ参加した人も結構やっぱ良かったっていう。 まあ当たり外れはあるかもしれないんですけどうん、うん、やっぱあの好きな芸人さんはもうこの作品に熱く語ったりとかされててうん、うん、それがまた面白かった、うん、あの僕の知ってるあのお今回の映画祭でオフィシャルで入ってるカメラマンさんが言ってたんですけどレスラーの場合はそのなんだっけプロレス大好き芸人さんが退去してきてこれは、えー、っとなんかアメリカのあの団体のあれを模倣してるとううん、うん、よくできている。<laughs> はいはいはい こっちはこうだということでかなりマニアックで、うん、全然プロレスを知らないそのカメラマンさんもすごくそれが面白かった<ー> <laughs> 映画自体もすごく感動したけど、うん、なるほどと。そのコメンタリーも だからこの映画ってちゃんとしてんだこういうところもみたいなことですごく良かったっていうことを言ってましたですらミッキロックが復活作み,<ー>みたいな感じであ、ね、そっかそっかそうですね、うん、ということで、はい、こういう試みも僕は面白いと思います、はい、ゾフィーの話終わりって書いてますけど <laughs> はいゾフィーの話はしたらいいのかな <laughs> <laughs> えっとねじゃあはっきり言いましょうパパ芸人が「 パパ芸人と見るウルトラマンゾフィーということで、えっ、ー、と、論文ロンブの量と、あとはガレッツセールのお二人、とか、うん、あとはなんだっけ、え RG、ー。R G はいはい、レーザーラモン RG とか、いわゆる小さなお子さんをお持ちの芸人さんが、えっと、で、ウルトラマン好きだよということで、うん、ウルトラマン造品見たんですけど、問題は皆さん、ウルトラマンに詳しくなかった。喋 <laughs> りながら、え、違うんですかと、つぶら屋の方に聞いてるっていう状況で <laughs>。え、つぶら屋の方ですかもうゲストも来ています。つえの、なんか造形担当かなか造形担当の方が来てました。はい。僕もあんま詳しくないんですけど、ちょっと、 んとあれんという感じ。あと、ウルトラマン・ゾフィーという作品そのものもひどいと。えっとね、えっと、あれ、誰だっけつぶら屋の二代目三代目三代目の社長さんの頃だね。原案が。迷ってる頃ですね。映画が迷ってた。あと、古舘一郎がプロレス中継のように戦い中継してるという。はははははいいいいい結構悲しいものが。あと、カネゴンとかね。あと、はなんだっけピグモン ピグモンピピピピピグググググモモモモンンンンか出出ててまましたねすだからそういった出てくるとそこにねなんかこう声優さんが音を合わせてくれるんだけど、うん、なんかきついものがあった <laughs> あのなんかかわいい声でピグモンが出てくると「僕ピグモン <laughs> 眠たいよ」っていうのをずーっと見せられてるから「<laughs> あれなんで僕を怖がるんだい?」とかいうのを永遠見せられるっていう。<laughs> ちょっとそうでございますか。それはちょっと残念だったと。まあいいのもあったんでと。いいのもあったと。まあこれはね W の悲劇のその丸者広子が生歌歌ったっていうのもねあれはすごいその筋のなに藤井隆さんとかが号泣してたというの聞きましたね。いいことだけを何か広子さんとかもニュースになってましたね。はい。 菊村さん、こんな感じでいいですかウルトラマンズ。菊村さん、菊村さんが、ちょっといいあ、ごめんなさい。菊村さんが見たっていう話だけど、ごめん、俺が喋っちゃった。でも私は楽しかったですよ。もっい面白かったです。面白かったです。面白かったです。一言で。ゾフィー以外に、菊村さんは何をご覧になったんですか ウルトラマン太郎も見ましたねンウルトラマもやってたんでこれもなんかリスペクト上映作品でまた別の企画ですね特別企画みたいなやつでいろいろやってますなんかねこれもコンペに関係ないリスペクト企画で昔のアニメ作品の実写版映画で「ドラゴンボール・エボリューション」とかもやってましたけどその中でも「ウルトラマン太郎」とか「仮面ライダー V3」とか。 大場久美子のコメントさんとかもやってましたね。はい、なんかそんな。なるほど。うん。うんうん、そういう企画も、なんか、なんていうの、まあ、コンペ以外のそういう周辺の企画。うん、特別上映作品とかっていうのも。<laughs> えー、その生コメンタリーありの上映とかも、うんうん、なんか、そういう、なんていうんですかね。 いろいろ面白い試みがあったりするので今回は結構だからそういった企画も含めて、うん、あの当たりが多い、うん、結構満足できるような内容だったんじゃないかと、うん、なあえっ、ー、とまあこれまだ4回やってて今こあ今回の4回目がやっぱり動員,動員人数というかう、ね、観客数が多かった万,ったそう41万いつも30万人台後半だったんですけど、うん、<ー>ついに40万人台のまあ は超えたと、はいはい、ただね、これね、映画見に来た人たちだけじゃないんです。あ,あ、まあ。映画祭の会場内で、いろんなイベントとか、あの、特に芸人さんの、まあ、とか、コンサートとかね、うん、いろいろやってるので、うん、全部含めて41万人なんで。うんまあ、できればこ、こ<ー>、うん。 これからはまあ映画を見る人たちを増やしていくのがまあ課題なのかなというふうにはちょっとね、うんうん、焼きそば食いに来ただけのやつとかもいるもんなそれは本当にいました <laughs>、はいまあ、そういうことでちゃんと,ちゃんとこうね、あのー、総括的なことにいって締めようかなとっ、えっと、全然今回あの休みなしでぶっ続けでもう55分になっちゃいましたが、はい、一応じゃあ来年もこの第5回の国際映画祭をやるよということを そうですね、らしくて、えー、と<う>来年も3月23日から、はいえー、3月30日までのまた8日間ですか。すね、23日から三十日,日,、ね、日まで、うん、やっぱり8日あ7日間ということなのでまた、ね、面白い企画を打ち出してくれれば。 いいなぁと思う次はね特幹構造もぜひセレクトで入れたらねあと冗談って来ないかな新作に俺たちが入るしかないっしょ俺らが企画したえっと特別上映プログラムとかやらしてくんねえかなだからもう営業かけるしかないじゃないのちょっとこの後営業会議でしょああオッケーオッケー頑張ろうね頑張ろうぜいいのかなあと冗談ってはどうにか呼ぼうぜ冗談じゃない 俺冗談手にインタビューできればもうそれでいいよ。<laughs> <laughs> いやそうでもないや。わかりました。はい。え、じゃあ、そろそろ。いったんじゃあ、ー CM を入れて、えっと、まとめの方に行きましょうか。エンディングですね。はい、ということで、アイキャッチが入ります。<laughs> どうぞ。 クリックボイス沖縄かららお知らせですクリックボイス沖縄のホームページでは過去に放送した番組をポッドキャストとユーストリームのアーカイブでチェックできますよ見逃した番組を見たり iPhone や iPod に入れて通勤途中に聞くことができますもちろん無料ですよまた Facebook ページでは番組内容やユーストリーム生中継の日程などの最新情報を随時アップしていますアクセスは Facebook クリックボイス沖縄で検索していいねボタンをクリックしてくださいね皆さんのアクセス待ってます はい。ということで、エンディングでございます。はい。あれ隣に誰かいない。いない。誰かいないって、菊村さん、あれどこ行った失礼しました。なんか、後ろから声が聞くて。あれあれじゃあ、ちょっとその、その、こっそりとなんか、ツイッターの方で紹介していきますが、えー、ね、あの、サイレントとか、えっと、バイブレーターとか、ゲロとか、うんことか、そんな下品な話が勝手に。 ツイッター上で盛り上がったりとかしてましたが、えっとね、えっとね、どこ行ったっけ聞くくださん自由すぎるだろ。申し訳ない。笑いながら入った。花の花の湯さん。は花の湯さん。ええミスター・ブーの一作目はエンディング曲が良くてレコード買ったなえつっえー、よかった、いい曲でした。あの、マイケル・ホイの弟のサミエル・ホイが音楽担当して、まあ、歌もやってましたし。なくなったのはリッキー・ホイですリッキー・ホイですね。えっと、ミスター・ブーの。 え、サミュエル・ホイの曲は、えっと、今、iTunes ストアで買いますので。そうだった。買えるんですよ。俺買ったもん。すげえ時代。すげえ。すごいでしょはい。もう、歌詞ですから、香港では。サミュエル・ホイは。歌詞ね。うん、わかりました。日差詞みたいな。なんでそんな話になってんだ。えーとね、あと、ま、え、ノブさん、え、薬師丸弘子の生歌羨ましいという。 結構なんかあの、ええ、椿鬼役子がそばにいたそうなんですけど、号泣してたそうです。いわゆる世代的に、あの、ドストライクだったと、ドンピシャのだったということですね。はい。あとは。大丈夫。えーと。ええ。 でも、菊村さんがいろんな意味でかっこいいという、また、黒箱です。あ、もう消えた、出てきたって書いてます。ね。しかも、笑いながら。あ、ロ信姉さん、特感小僧さんが絡むなら、来年沖縄国際映画祭行く。ぜひ来てください。信姉さん、よく沖縄ね、来られてますから。うん。っていうか、ぜひ絡みたいよな。ぜひ来てください。あと、ここにも来てください。ゲスト、お誘いします。はい。 ということです、はい、あとはあとじゃあ、まあ、とりあえず告知の方とかいきますかまずちょっと、えー、人のレッスン4月15日日曜日に、うんえー、これはハエバル町文化センター行きなしローカルな話ですローカルですね杯、えー、町文化センターで4月15日日曜日に「与那、はいえー、国フェスタ2012映画と物産の会」というのが行われます <laughs> ローカルローカルですねローカルもドローカルでございますよ、はい 1> えー、第1部映画が、えー、お昼1時30分から「えー、老人と海」 ジャン・ユンカーマン監督。ああ、えっ、ー、と、与那国の、えーとえー、カジキ取りのおじいちゃん。ちのね、おじいちゃんをえ、えー、主人公にしたドキュメンタリー。ね、ドキュメンタリー、ねはい、そして、夕方4時からは第2部ですね。与那国カウボーイズ。うん、はい、はいえー。島洋一監督。これ、あの、与那国に,、うん、に住んでる、えっ、ー、とね、学生が高校に進学したということで、うんうん、他の島の方に。えー 馬で一進学しちゃうとうこれもドキュメンタリーです。ということでこの島洋一さんからですね、えー、告知してよって言われてるのぜひぜひということで。ハ、えー、やバルハやバル町文化センターです。はい、で物産としては、えー、海産物カジキのジャーキー <laughs> 薬草茶調名草飴塩味噌工芸品過去陶芸そのほか、えー、与那国の、えー、美味しい食べ物とですね素晴らしい品々がハ、えー、やバル町に集結いたしますので <laughs> ぜひ来てください。 ええー、四月十五日日曜日、ええー、与那国フェスタ二千十二ということでございます。榛、うん、原町文化センターです。はい、続いて。はい。えーっと、浮雲の紹介する。はい。えー、っとですね。よいしょ。えー、っと。とと,とええー、浮雲という作品が。うんえーっとですね。今月四月十九日に、えー、っと。ええー、沖縄県最古の映画館。 我々も時々お世話になっております、首、え、里、ー、劇場というところで、浮雲という作品が上映されます。あ,あの、成瀬みきおの,のと思うでしょう、うん、じゃなくて、えーとえー、バラ族映画です。やったバラ族映画、沖縄初上陸と、えー、書いております、えーえー。これがですね、4月19日から、今、えーま、チラシが、えー、と出ますかね。はい、えー、出てますか <laughs> いきなしこれですいませんが。えとはい、沖縄初の、えー、バラ族成人映画上映決定という。 え、ことで載っております。えー、浮雲。えー、まあ、あの、実際、ルセがも映画化した、あの浮雲のバラ族版と言っていいんでしょうかそうですね。ねは,いはいはい。だから入り口はエロ、出口は感動。 と書いておりますなんか <laughs> あこれ、手里劇場のサイトですか劇場の今サイト見ていの方で、はい、あのー、ピンク映画でですね、今、あのいっぱい映画作ってらっしゃる荒木太郎監督というベテランの方がいらっしゃいまして、はいえー、この方が沖縄に来て、えーはい、撮った、えー、バラ族映画、成人映画でございます、はい、こちらの方は、えー、もちろんご存知の方も多いと思いますが、バラ族映画というのは、いわゆる同性愛の映画です、はい、男性同士の愛を描いた成人映画、バラ族映画が、うんえー、なんと沖縄で撮られました。 手裏劇場も出てきますでその舞台にもなった手裏劇場で今度上映しようじゃないかということで先行上映いうことなんです、まあ、4月19日が先行上映ということでやって、えー、は翌日20日からはえっ、ー、と。 まあまあえっと十九日の方は浮雲一本だけかなはいえーの上映なんですけどで次があの浮雲だけじゃなくて荒木太郎監督の二十日からね二十日からは浮雲に加えて荒木監督がこれまで作った作ったえピンク映画こっちはバラ族じゃないほ男性と女性の愛を描いた政治映画ですはいもう2本一緒にでそのもう一本えそのねピンクの 方の、えー、うん、一本も、えー、収場上でロケしてる。 だから手裏劇場がスクリーンで何度も楽しめるそれも手裏劇場でということですね。いうことあ今林さんが書いてますけど原作は林芙美子だぞということで浮雲はね「放浪記」とかねいわゆるいわゆる女のね一生というか女性のそういった生き様見たものを描いてきた林芙美子の原作で男性同士の愛をどう描くのかというところもちょっと面白いです。でこの浮雲の話をなぜ僕たちが紹介してるかというとこの浮雲昨年か。 昨年沖縄で撮影されたんですが僕たちも手伝ってます少しだけしかも出てます出て僕とトーマ林監督が出てますはいそれは言えないですああそういうことなのでどこに僕とトーマ林監督が出てるそして荒木太郎監督も出てますから荒木監督も舞台あいで来られるということ だそうなので、はいえと、興味のある方は、えー、とバラ族に興味がある方、えー、と手裏劇場に興味がある方林と龍二の絡みがあるのかどうか気になる方ろいろ気になる方は、えー、と手裏劇場にぜひ19日から20日か <laughs>、はいえー、19日から、えー、手裏劇場で上映されますので今手裏劇場の公式サイトの、えーとうん、アドレスも貼りましたのでぜひ。 チェックしてみてくださいと。はい。いうことです。おこれも沖縄映画の新しい形です。花の湯さんバラ族映画。しかも荒木太郎監督かということですね。ちなみにこれ O.P. 映画。O.P. 映画。O.P. ですね。O.P. 映画。そうです。大蔵ピクチャーですね。ですね。はいはい。ええ、まあそういうことなので、ぜひぜひそういうのもチェックしてみてください。まあバラ族映画って沖縄だよね。書いてるように初やらないからね。初上映なんで。 えー、ちょっと気にはなるけれども。だから、あの、告知ね、やろうと思うんだけど、うん、どこに持っていけばいいんだろう。そうそう、そうなのよ。あの、チラシを荒木監督が送っていただくってことなので待ってるんですけど、うんうん、届いたとして、これどこに渡すのか、今ちょっと。<laughs> 誰に渡せばいいんだろう誘ってんのかと思われてもいいらしい。<laughs> それも面白いんだけど、まあちょっといろいろ考えちゃう,う,う、ね、面白いなと思って。はい。いうこと。で、まだあります。まだありますよ。で、この首里劇場 <laughs> とまた絡んだ話なんですが昨年の2月に、えー、僕たち特艦小僧が、まあえー、主催というか共同開催で、えー「やちむんライブアット首里劇場」という、うんえー、ライブイベントをやりました、はいえー、やちむんという沖縄のバンドです、ねうん、をやっている那須茂樹さんです、ねえー、そのやちむん、はいえー、フォークユニットですか。 やちむんのライブをライブだけじゃなくて映像も交えながらやるということをやったんですがその時の模様が CD になりましたなりましたとなっちゃいましたよえっとですねちょっと待ってくださいねその去年の映像じゃないです CD です CD ですはいいうことですねこちらの方「やちむんライブアット首里劇場」CD で検索していただければですねネットの方でも引っかかると思いますのであの時の感動を今度は CD で。 はいあのー、クリコーダーカルテットの、えー、メンバーのここからお二人も、あのー、ゲストで登場して花、はいあのー、を添えてますのでそこら辺も聴きどころだと思います。特にね「えー、八千萌なすし,しげきさんの歌」っていうのはやっぱりライブが一番聴き応えがあるとか、うんあのー、っていうよく言われますので,です、ね、その、あのー、感覚をです、ね、ぜひ CD で楽しんでいただければなと思います。今八千文は多分 確か東京とか、まあ、沖縄県外で今、うん、あのツアーをやってるようなのでその,その会場でもなんか CD は売ってるそうなので2枚組のライブ CD 売ってるそうなので、うん、ぜひチェックしてみてください。ライブアット手裏劇場とかで検索してくると,、うん、えともしかしたらあのジャケットの写真が出てくるかもしれませんがすんごいバカなジャケットが出てくると思いますのでぜひぜひ,あのぜひあそれは僕が撮りました <laughs>。<laughs> <laughs> ということですね。はい いうことですえー何何、ね、黒戸影さんそれは男性が広報したあ、浮雲のことね,ね<ー>それは男性が広報したらうほって思われるじゃないさ<ー>それはね、うん、そこで菊村さんの出番じゃないささんが宣伝部長として <laughs>、はい、で、あで遠間林…あの作品に出演されている遠間林さんは桜坂界隈の、えー、ゲイバーでチラシを配るべきではこれは林さん誘ってますねお<ー>礼をあくちく。信姉さんもやっぱり桜坂社交外 <laughs> <laughs> やっぱりか <laughs> というそばからええええんもう沖縄っ島が分からないんかむちゃくちゃなことになってきたな今回はうんとゲロエイリアンゲイ黒トカゲさん米軍にチラシ配ってみようよおいやイみたいな怖いです浮雲の撮影現場には菊村さんもいたはずなんだかあいますいますじゃあぜひ菊村さんファンは浮雲は 必見ですね。女優デビューしてます。絡みはないでしょ。家族映画だからね。まあそういうことです。はい。まあ告知はこれぐらいでしょ。こんなもんですかね。今回いっぱいだね。ね。すごいね。なんか全然休みもなしで一時間半喋りまくってしまいましたが。はい。えっとすみません大丈夫だったでしょうか皆さん。ありがとうございました。で次回は金曜キネタンです。金曜キネタンは4月20日金曜日ですね。 そして、えー、水曜記念館は、えー、来月5月2日の 2>、うん、まあ水もちろん水曜日ということですね、はいはい。ぜひまた見ていただければと思います。ちなみに5月2日はもしかしたら面白い方が出てくるかもしれませんあ<ー>ゲストね。しばらくゲストなかったですね。ちょっと交渉中でまた新しい面白い方を、はい、あのちょっとお願いしているところです、はい。まだ未定ですけれども、はい、えとゲストに来てくれれば面白いなという感じですのでま,す、えー、またぜひ次回の水曜記念館5月2日。 と、はい、まあ、えー、酔っ払いながらの、えー、金曜記念探、5月、あ、4月20日。はい。の方も、ぜひ、また、えー、ご覧ください。 はい黒田久美さん、次回は飲み会かと書いてます。次回は飲み会です。<laughs> ぜひ、えっと、酒を片手に、P. C. の前に集まってくれと。P. C. パソコンの前に集まってください。面白かったよくわかんないや。なんかまとめようとしたけど、あんまり俺、考えてなかったと、はい。ということで、みんな、映画見ろよ。<laughs> そうね <laughs>。来年の国際映画祭は映画見るぞ。はい、もう、ぜひ、も面白いですよ。よろしくお願いいたします。<はい S 1> ね。 まあ、そういうことで、本日も、はいえー、遅くまでお疲れ様でございました。えっ、ー、とー…新葉き担当探偵団でしたありがとうございましたありがとうございました次は4月20日さよならありがとうございましたーなんだこれ面白い シネマラボ特艦小僧の水曜キネマ探偵団沖縄屈指の映画教集団シネマラボ特艦小僧がお送りするユニークでためになる沖縄と映画にまつわる面白トーク番組ニューストリームで全世界に配信「シネマラボ特艦小僧の水曜キネマ探偵団」